はい今回は、えー、2021年の10月31日のまあ、総選挙について、えーまあ、ちょっとあの思うことをお伝えさせていただきたいと思いますので、えー、よかったら、えー、最後まで聞いていただければと思います。えー、まああねね、えー、ここののの今後の日本を決めるであろう、ね、この総選挙 でまあ皆さんも思ってらっしゃったと思うんですがま、えー、まあね、えーまあねえ自民党はどうかなっていう感じまあ僕はあの嫌だなとは思っていたんですよでまあ、まあ、そうは言ってもねま、えー、まあああの、まあ、なるんじゃないかななんていうのを思いながら、まあ、ちょうどね <laughs> あの、まあ、仕事もなかったんで、えー、まあテレビ見てたんですけど、まあ、あの皆さんも聞いたこと えー、あると思うんですが、このですね、えー、この総選挙に関しては、あの昔からねあの、まあ、おかしいことを、えー、言われてるんですよ、まあ、あのなんていうのかな、まあ、要するにうん、まあ、いかさまをしてるんじゃないかっていうね、うん、でそのあの自民党の、えーまあ、中で、ですねその武蔵っていう、えー、も,ものがあって、す、ま、べ、あ、てをあの管理してるんですよ、あの選挙の。 従業員を管理していたり、あとそのね、あの選挙の投票用紙で書くあの鉛筆とかね、えーまあ、そういったものを管理していたりそういうあの徹底的に1、ねえーまあ、社がそういうことを、えーまあ、やっているという、まあ、自民党の、まあ、武蔵の不正選挙と言われているので。 まあ、あのまあ、何かしらあるんだろうな。とま思いながらまあ、ちょっとねえー、まあ、僕もねえー。まあ、まあ、どうなるのかな？なんていうのを思いながら、まあ,あのボケーっとね。まあ、テレビでまあ、見ていたんですけど、やはりねえー。まあ、おかしいことがあるなっていうことなんですよ。ねまあ、皆さんは思ってらっしゃるかもしれないんですが。 まあ、あの、やはりね、えー、まあ、日本人のこう、なんていうのかな、あの、まあ、勤勉さっていうか、まあ、純粋さ、えー、それにつけ込んでですね。えー、まあ、本当に、あの、メディアっていうのはね、マスコミっていうのは、言葉巧みに、あの、嘘をついてね。えー、僕らがわからない、の、いいことに好き勝手やってますから。で、それに、例えば、全然気がつかない人っていうのもいるんですよね。で、例えば、そういう、そういう話を。真、まあ、面目にする。 するとね、まあ、僕はあのもうしないですけど、言っても別にあのまあなんかね変な目で見られたりとかまあ <laughs> 言い返されたりとかねなんか言われるんでまあまあ、言ってもダメだろうなと思って言い返さないんですけど、まああの一人でまあテレビを見ていて、えー、まあ思ったことをね、えー、まあ、ちょっと今回お伝えさせていこあのいただきたい,いきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。これねあのー、まあ、正直わかんないっちゃわかんないんですけど。 あの小学生でも分かるっちゃ分かるあの茶番をしている可能性があるんですよ、あのこの選挙のなんていうのかな、あの公表、えーか、開票、これがですね、えーまあ、20時が、えー、投票の締め切りの、えー、時間なんですが、テレビでこれを、えー、放映してたんですよ、えー、20時ね、10月31日の20時に、えーまあ、選挙の投票が、えー、締め切りましたということなんですけど。 ビビるんですが、二0時に、えー、大体決まってるんですよね。あの、どこでどうやって開票したのかなって思うじゃないですか。10月31日の二、えー、0時がね、締め切りなんですが、締め切りと同時に、えー、大体分かってるんですよ。うん。どこで開票したのかなって、えー、思うじゃないですか。 でしかもこれ選挙って僕、前調べたことあるんですけどあのそのそね、えー、選挙会場、えー、では開票しないんでわざわざ他の場所でこれ開票するってことが分かってるんですよ。そうなってくると20時に投票が締め切ってなんで、えー、20時にテレビに出てわかるんだろうかっって、まあ、例えばそういったこと。をね、えー、まあ 知らないって言ったら失礼ですがそういった構造を知らない、えー、その日本国民を、えー、メディアがねぐるってだましてますから本当にもうあのどうなっているのか訳がわからないという感じなんですよ。でこのののののの選選挙挙投票の開票選挙の票の開票開開っていうのは まあ21時、まあ、9時と、えー、いうことになっているんですが、えー、この9時になる前にです、ね、すべてが、ほとんどすべてがこれ分かっているという、こういう、あのー、謎があるんですよ、だから普通に考えてですよ、まあ、その皆様にお伝えしたように、あのー、ギリギリまであの投票があるんで、20時の時点でなんていうのは分からないんですよ、普通に、分からないのが、えー、当たり前なんですよ、で、えー、少しずつ分かっていると、えー、いうことなんですが。 ねえー、もう20時の、えー、締め切りと同時に開票の21時を待つ前に、えー、分かっているん何なのかなっていう話なんですよで例えばあの、まあ、ご存知の方が、えー、いらっしゃると思うんですが何で例えばこういうね、えー、20時からすぐ、えー、分かるのかっていう表が、えー、どういうふうにしてるのかっていうとこの選挙の,あの出口調査をしてるっていうことなんで、えー、それで分かるんだっていうんですがこれがですね SNS とかで この日本の選挙の、えーまあ、おかしいことを思う人っいうのはよ世の中に、えー、少数派いるんですよ、これちゃんとやってんるのかな、例えば、ね、そのさっき僕がお伝えした、えー、自民党の武蔵の、えー、不正選挙ってあの安倍の頃からねそれ言われてますから、安倍晋三の頃からね、えー、そういうのやってんじゃないかなと、本当にこれあの、きちんとやってんのかな、公平にやってんのかなって思う人がいるんで、例えば SNS にあの書き込んでみたりとかね。あと例えば そのまあ、僕もそうですし、まあ、リスナーさんもそうですがお住まいの,、えー、その自分たちが、ねえー、その行くエリア投票エリアってあるじゃないですかで、他の方たちが行くエリアってあるじゃないですかそういったところであの皆さんがですね、えー、情報を交換、えー、共有してるんですよでこの、ね、出口調査をく、えー、まなく出てる人全員に徹底してるっていうんだったらわ、まあ、からない、えー、わけでもないんですが、えー、例えばこの SNS とか、まあ、いろんなものを見たりとかするとわかるんですよね、これ、出口調査っていうのは実際行われていたのかってあの、選挙に行った人たちは出口調査を受けていたのかっていうことなんですが、受けてない人がかなりいるんですね、つまり、票なんていうのは数字なんていうのはわからないんですよ、普通に。20時の、えー、投票を締め切った時点で、ですね選挙の票がどうなってるかっていうのはわからないんですよ、この状態であれば、僕もそれは思うんですが、しかし分かってるんですよ。 何かっていう話ですよねそこで思うことっていうのがあるんですよ。実は最初から全て決まってるんじゃないかっていうそういう話です。あの今回ちょっと思いましたけど、もう武蔵がね、どうこうとかそういうことじゃないかもしれないです。もっともっともっと初めに、あの、出来レースしてる可能性がありますね。武蔵を使った不正っていうのはね、その安倍晋三の頃、よく話題になっていたんですが、今回ちょっとあの、 テレビを見てねあの僕、思ったんですけど早すぎに決まってんじゃねえのっていうことを思うわけですよ。だからそのさっきリスナー様にお伝えしたように20時が投票締め切りってことは20時の時点でテレビなんて何もわからないんですよ。 21時でもわからないんですよ、えー、多分ですが、開票しても、えーまあ、どういうふにしてるのか知りませんけど、ね何だろう、仕分けみたいなのして、なんなりかんだり言ったら、下手したら日にちまたぐわけですよ、なんで分かってんだろうかって。 いうあのごくごく当たり前のあの疑問なんですよね。だからおそらく武蔵も使ってないと思いますね。今回の選挙っいうのはもちろん証拠がないから分からないですがあらかじめ決まっていたんですね、ッキレースで。岸田をままトップに持ってこようっていうね自民党をトップに持ってこいということあらかじめ決まってたんですよ。すでに裏側でシナリオができていたと、そして得意のマスコミ得意の茶番劇。 あたかもですね、あの選挙で誰と誰が競ってるかのような演出、そして日本国民を騙してるっていう話ですよね。あのアメリカ CIA の MK ウルトラですよ、あの瞬時にね、例えば、えー、そういう、まさかのね、えーまあ、そういう例えば、 茶番劇であるとかそういう捏造とかあのインチキとかを疑う人にとってみればあもうはいはいっていう感じだと思うんですよでまあ僕もそう思うんですがでまあもうそんなことしたらもう本当ねこの先、えーまあ、日本が、えー、もう本当に沈んでしまうんじゃないかってあの思うそういうあの、まあ、なんていうのかな暗い未来を感じるんですが例えばね、えー、そういったことを 知,知らないとかまあで実際そういうことを言ってる人がいるんで、えーまあ、その方に対しては別にその方たちに対しては言わないですけど選挙に行ったらね日本が変わるんだってみんなあの選挙に行こうってい清き一票って言うんですけどテレビ見てると本当に清き一票も何もね清くない一票も何ももうどうにもならねえじゃねえかって。 あの国民が選挙に行ったところで、あらかじめもうシナリオが決まってるんですよ、アメリカ、シーマ・レーがシナリオを描いていて、もうここにこれを配置するっていうことがすべて決まってるんですよでそれを、えー、それを隠してね、あたかもなんかこう、選挙で競ってるような売りをして、だから日本国民相手に茶番をかましてるんですよね、本当になんか見てて、あのむっとしましたよね、本当に。でおそらくですが まあ、リスナー様はどう思われるかわからないですが、まあ、こういったことっていうのはね、えー、気づく人は、えー、少数派いますし例えば僕もそうですし他のね、えー、まともな方っていうのはこういったことをあの強く訴えかけるんですが、えー、そんなことは例えばないんじゃないかとかね。 あとは、もうね、えー、まあ言ったら失礼ですが、まあ、自民党にいけ入れとけばまあいいんじゃないのかとかってね、思ってる人、えー、最近は少なくなってきてるはずなんですが、で僕もね、えー、そんな、えー、少しでも日本が良くなればね、それこそね、清き一票じゃないですけど、何か変わればと思ってね、投票しましたが、あのもう無駄であったなっていうことを、あの今回思いましたね、本当に。まあ、リスナー様にお伝えしましたが、今回はね、この選挙の話なんで、 あの言わないですけど、えーね、これ、自民党にあのなりましたから、相当これ多分、たあのやばい話になるんですよ、緊急事態条項っていう、前お伝えしたね、緊急事態宣言と勘違いしてはいけない話ですが、緊急事態条項のですね、えー、何かしらの内容が決まって、えー、日本国、 日本国家に従わなかったら逮捕されるとかそういったあの疑惑も出てきますしもう基本的人権が日本国民から奪われるということがほとんど決まったような感じなんですよ。でそうういったような、えー、事態にに陥るにもかかわらず もう一体なんかもうどうなってんだろうかなっていうのをあのまあ思いましたよね多分この選挙のことに関してはまあ、リスナー様も、えー、思ってらっしゃる、えー、方が、えー、いらっしゃると思うんで、えー、まあ何かのまあ、参考って言ったら失礼ですが思っていただくことに、えー、まあ、なっていただければと思いますいよいよ思ってあの本当にあのもうどうなっていくかわからないこの先のほんと暗黒 のののあ時代ですねこの緊急事態条項が決まったりとか、僕とかねまあ、リスナー様が今まで普通に過ごしてきていたこの日本日日本本ですねで日本国には、ね、ですね今回は言わないですけど、えー、基本的人権の尊重っていうものがですね憲法で制定されているんですよ、おそらくそれ多分外されますからね。 基本的人権を日本国民が失うっていうそういう事態に陥りかねない非常にですねこの先、闇を感じるっていうそういう話でした、まあ、そう思ってねいろんなことを思いながらこの2021年の10月31日の総選挙を見ていたらね本当と,とんでもないあの言ったらあれですけどイカ様を感じたんでね おかしいと思った人結構いらっしゃるんじゃないかなとかって思うんですけどまあということで、えー、まあ、ちょっと思うことを、えー、お伝えさせていただきましたあの今回はねちょっとこの <coughs> 2021年の10月31日のあの総選挙について、えー、触れたんで、えー、ちょっとまた別のコンテンツで,ですね、えー、まあ僕は前お伝えしたね、えー、このまあ 皆さんがね、日本国憲法ってこの9条の方ばっか行くんですけど、これ多分9条ね、口実に裏の別のことを考えてるんでね、うん、基本的人権をなくすとかね、もう訳がわ,わからないっていうのが普通に思うんですけど、まあ、そういったことも、えー、ちょっとお伝えさせていただこうかと思うので、と、えー、いうことで、えー、今回はちょっとね、えー、思うことをお伝えさせていただきましたということで、最後まで聞いていただきまして、えー、ありがとうございました。失礼いたします。